心がざわめく始まりの予感、あの子が気になって気づけなかったんで、始まりの予感、あの子が気になって気づけなかったんだ。心がざわめく始まりの予感、あの子が気になって気づけなかったんだ。心がざわめく始まりの予感、あの子が気になって気づけなかったんだ。だから28個西畑に関することめっちゃ恥ずかしいな、これ自分で言うのな。褒めていただければいいなと思います。はい、それでは参りましょう。西畑大吾28個褒めてみた、スタート。演技が素晴らしい、気遣いができる、頼りがいの塊、刃が可愛い、めっちゃ可愛い、回し上手、坊主が似合う、笑顔がくしゃってするところ可愛い、私服がおしゃれ、面倒見がいい、赤髪めっちゃかっこよかった、金髪似合う、堺を代表する男、家行った時に喉乾いてるって気使ってくれる今の髪色めっちゃ似合ってる、まつげ長い、大中の豚キムめっちゃうまいなんて豚キムチがすごく、豚キムチ美味しい、豚キムチが美味しい。でもさ、京平なんかさっきから可愛い、可愛い、可愛い、いやいやいや、豚キムチ美味しい、薄いからこそに似合う、こっからこっから、ありがとうございます。めっちゃ恥ずかしいわ、やばいやばい、どういう気持ちましてんの。これ大悟の表情だけマストでずっと押さえといてほしい。いやいや、ちゃんとなワイプでな、うん、いややばそれ。じゃあハスンからじゃないですか。あ、俺からか。実家のあの二段ベッドのあのふかふか掛けめっちゃいい。やめろお兄ちゃん重い、お兄ちゃん重いね、はい、お兄ちゃん重い。あの回しでこう気遣って回してくれる。ありがとうございます。肌が綺麗、似顔絵がうまい、おお。身長はちっちゃいけど存在大きい。二十歳の誕生日の時、あのサプライズしてくれたこともめっちゃ嬉しかった。とにかく字が綺麗。今日事務所入る時に真っ先に入館パス出してくれた。めっちゃいい。普段これ僕らちょっと忘れがちなんですよね、うん、今日は今日はもう、あ、もうソーセージ無言で今日出る前に持ってきました。かっこいい。声が甘い。褒められるとすぐ照れちゃうところ可愛い。おー、最後に出てくる趣味でね。ありがとうございます。思ったのが髪の毛関係多くねっていう。何多分3、4番多分考えるときにこう見てんのよ、うん、こう見るから多分髪の毛型とか。なるほどね。俺これちょっと俺じゃなくねって思ったのは、実家の二段ベッドふかふかっていう。俺じゃないやん。俺じゃないやん。いや、大ちゃんやからこそ。大ちゃんやからこそ。いやいや、それとかそのベッドがいいって言う。確かに、うん、言うと言う。じゃあもうそれのベッドを育てたのは大悟。いやいや、そういうことなんだ。ベッドを育てた人、お前世界で一つしかないベッドやから。そう、そうなんや。サンタさん